皆さんこんにちは、よしまるでございます。いや、星のドラゴンクエスト、5月中旬にドラクエイベントが来るぞ。まあ、今ねちょっとツイッターで市村プロデューサーの見てるんですけど、星ドラでは5月中旬頃に、まあ頃ですけどね、頃に DQ、まあ、ドラゴンクエスト11コラボを予定る、予定しているって告知をしましたので、お楽しみにと。いや、僕前回の動画で、まあ、1ヶ月もう前ぐらいのタイミングでドラクエ8イベント後半が来ちゃったから、間に合うんだろうか。まあドラクエの日に多分やるとしたら、要は11やると思っていたんですけど、1ヶ月前にまあ8後半来ちゃったから、まあ、ないんじゃないのかなみたいな話をちょっとしちゃったんですけど、まあ無事開発は進んでいたっていうことですね。いや、まあだから一応嬉しいパターンですよね。うん。で、まあルビス錬金か、まあ勇者の剣が来るのかみたいな話をしましたが、まあまあ、なんていうのかな。可能性が高くなったのは、勇者の剣。でも勇者の剣も来るかわかんないですからね。まあ、ただ、まあ、11で、ドラクエの日で、ガチャといえば、勇者の剣だとは思いますけど、どうなんですかね。はい。そこでですね、ちょっと一個、これ知ってますか、これ。ちょっと一回ね、別の動画、古い動画かな、で紹介したことあるんですけど、中を開けてみます。じゃじゃーん!ロトの剣ですよ。これめちゃくちゃ、お気に入りで、ちょっと待ってください。今出しますよ。シュキーン!で、ちょっとね、ピントをちょっと合わせます。これで合うかな。あ、来た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 。見てください、これ。ちゃんと文字まで書いてある。かっこいいっしょ。で、ちょっと待って、もう一個、縦ある縦。ちょっとピントがずれないうちに、縦。これの、で、裏がね、ほら、ちゃんと持つとこもついてるんだよ。ちょっとまたピント合わせます。はい。まあ、これが、まあ、ロトの盾とロトの剣。ですけれども、まあ、ペーパーナイフではないですね。もうレプリカみたいな感じで、これめちゃくちゃお気に入りで、もう一個買おうかなとか思ったんですけど、2個持ってもあんま意味ないかなって思ってないんですけど、まあ、要はまあロトの剣って今あんまり使われてないですよね。なのでやっぱりこれが11ではロトの剣にまあ王者の剣と錬金して勇者の剣買いみたいな感じになったんですよね。もともと勇者の剣だったのかな、はい、ロトの剣っていう言い方じゃなくて、でこれがあとまあ錬金することによって、デザイン的にはここの鳥の部分になんかトゲがこうね、トゲが出て、でさらにごつくなるんですよ。で先っぽが天空の剣みたいにこう矢印みたいにとんがりますっていうのが、まあ、11では勇者の剣回として出てきたんですけど、まあ11では、その勇者の剣の回を使うと、状態異常解除になります。デバフ解除ですね。だから、混乱とか、まあ、幻惑とか、まあ、麻痺とか、眠りとか、あらゆる状態異常全部でしたっけ?とりあえず、剣を使うってやると、ブレ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 ーつって、まあ、状態異常解除になるわけですよ。まあ、忠実に行くんであれば、その、なんか例えば、なんかあったよね、扇で、状態異常解除みたいな、なんかあった、なんだっけな、忘れちゃったな。なんか最近ちょっとね、もう星ドラの何の武器の効果が何かって、もうね、頭に入ってないんですけど、多すぎて。ただ、一つありますよね。デバフ、状態異常解除、すべての、状態異常解除とか、まあ、全員にはなんないと思うんですけど、自分だけとか、まあ、誰か味方に一人、使えるとか、まあ、そんなスキルが出てきたりとか、あとは、まあ、その、ロトの剣があるじゃないですか。で、錬金すると2回の錬金になるのかな、そうなると。
最初ギガスラッシュから連金して超ギガスラッシュになって、でただ今使われていないと。でこっからさらに2回目の連金をして勇者の剣になるのか、別でまた勇者の剣がボンと出てくるのか、この辺は分かんないんですけど、これもそのイエブンに忠実に行くんであればロトの剣が何かしら錬金されて勇者の剣になるよみたいな。ただそうなるとまたガジャじゃなくなるから、どうなるのかな。まあ要はガチャは新武器がなんか別で出て、で錬金でドラクエの日の目玉錬金でロトの剣が勇者の剣になるよ。だからこれは新武器っていうよりはロトの剣、ロトの剣の強化ってことですよね。プラスで何か別のガチャが来るっていう可能性もあると思います。まあそうなったら、まあ勇者の盾はもうあるじゃないですか。あのガードしたらバイシオンが発生するってやつね。まああれも強いですけどね。まあただやっぱあれは光の兜とね使うのがっていうところもあるんですけど、まあ勇者装備ってまだ盾しか出ていないので、まあ剣と防具出てくれたら嬉しいなっていう感じですよね。まあそれでですね、ルビス錬金、まあ皆さんだいぶ待ってると思うんですよ。まあドラクエ11イベントが僕はもし来るのが難しいんであれば、ルビスの方で錬金して、まあそこでユーザーに喜んでもらう。みたいなことになるのかなと思ったんですけど、ドラクエ11イベントがまあもう発表されてますから、そうなるとまた話が変わってくる。はい、ちょっと一回これしまいますね。なんかずっと持って落としたら怖いぞ、これ。で、腕を組んで考えよう。まず、ルビス錬金が来るかどうかなんですけど、そうなると、どうなんだ、でもやっぱドラクエ11イベントって言うとなんか勇者装備系がなんか来るような 新ガチャでね、感じはするんですけどね。で、ここでルビス錬金もやっちゃうとかなり盛りだくさんすぎちゃうので、やっぱルビス錬金はルビス錬金で年末とか、なんか、あと、あれだ、星ドラの日だ。11月ぐらいにあるんでしたっけ。まあ、基本的には年末年始、ドラクエの日、星のドラゴンクエストの日、この3つが大きいと思うんですよね。でここでまあ今後目玉の新武器の一番強いのを、要はぶっ壊れが出てくる、どっかでぶっ壊れていく、まあ基本的には年末年始って言われてますけどね、ぶっ壊れは。ただまあ可能性としてはまだあの黄金竜の錬金もあるし、まあこれはまだ来ないと思うんですけど、まあルビスの錬金も残っているということで、まだ星ドラ先は可能性結構あるなというふうに思ってます。で僕としてはルビス錬金は、いやでもこれ変なこと言ってね、外れたみたいな感じになっちゃうからね、まあ、でもみんな外れてると思うよ、予想ってね。わかんないもん、運営さん何考えてる、 何をやるのかってね、全部当ててる人っていないと思うんですよ。特に新職業2つって言い当てた人なんているんですかね。あんなのグラディエーターとさ天文学者なんてあんなの当てらんないでしょ、まあ、それとこれとはちょっと話は別なんですけど、それでも何のガチャが来る、何の錬金が来る、今回だとドラゴンキラーと雷神の槍、あれの錬金を当てた人なんて、まあどっちかはいると思うけど、あの2つを当てた人なんていないと思うんですよね。まあいずれにせよ、ちょっと今回はまあ星空雑談になりましたけれども、まあドラゴンクエスト11イベントが中旬に来るということで、よしラッキー、まあラッキーっていうかなんていうのかな、よしって感じですよね。で、まあ、僕は多分ドラクエの日までには10万ジムぐらいはぶっぱできると思うので、まあなんか新しい装備が出るんであればコンプを狙っていきたいで、まあ一応ロト剣も持ってるんで、錬金が入ればすぐにできるんであれば、まあ勇者の剣は多分ゲットできるんですけど、でもそうなると多分もう目玉ですよね。この目玉の勇者の剣がほぼほぼの人が全員ゲットすることになりますよね。だってロト剣って持ってるもん、みんな昔からやってる人はね。
まあ最強拳になるかはちょっとわかんないですけど、まあ天空を超えるって言ったら結構だと思うけどね。まあ要は呪文枠がもうどうなるかだと思うんですよ。まあ呪文枠が最低でもちょっとマルチになっている。まあマルチっていうか、なんていうの、マーブルスロットっていうのかな。はい。まああの呪文枠が入って、まあ、S だと思うんですよね、もちろんね。呪文、攻撃呪文の部分がね、ロトの剣の。あれが、でも呪文枠入っちゃうと、どうしてもやっぱ魔法戦用の武器っていう感じになっちゃうと思うから、多少使いにくい部分はあると思う。まあそれにしても、あの原作に忠実に行ったとして、状態異常解除っていうのは、まあ魔王級では相当ね、重宝すると思うし、まあそういうのが出てくると一つね、かなり使える剣にはなると思います。はい。ではでは、長くなっちゃうので、一旦この辺で今回は終わりにしたいと思いますが、まあまた、なんか、ね、情報は来ると思うので、そしたらまた動画撮りたいと思います。いやーでも楽しみだね。余計楽しみだよ。ではでは、この辺で今回終わりたいと思います。よしまるでした。さよなら。バイバーイ。